浦和競馬11レース浦和記念2000です。能力偏差値ですが B ランク1等 C ランク7等のレースとなります。これから偏差値上位場の適正分析を指数グラフで解説していきます。最後に適正を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。4枠4番名称粉塵です。能力偏差値はトップで偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では前層2層前。 三層前、五層前に黄色線を上回っています。特に前層は黄色線を十四上回る優秀な指数をマークしています。能力的には一歩リードしています。連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は二千メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前はオレンジ色の着順が二着で、紫の丸が二千百。 三層前はオレンジ色の着順が5着で紫の丸が18002000は守備範囲です展開面を見ていきます先行力分析シートに切り替えて一角侵入予想図によりレース展開予想を解説します右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬が2頭います先行タイプが5頭いますこの一角侵入予想図の状況からはミドルペースが予測できます 客室による有利不利は少なそうです指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は花を切っての競馬です3走前は2番手からの競馬です逃げ先行が良いタイプです展開分析シートを見ていきます先行力は105でトップです上がり指数は53で3位です 楽に先行できる高い先行力を持っています展開面はプラス評価をしていいです上適性を見ていきます指数の上の漢字が開催場を表しますここが数字だと当地浦和での出走です地方の出走では中央より指数を上げています上適性はプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定丸を打っています6枠7番天下春です 能力偏差値は2位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層、2層前、4層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯資格は十分です。指数の青線の傾向を見ていきます。指数の山と谷が交互に来る傾向があります。交互タイプなら、今回は指数を上げる順番です。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が18002月は紫の丸が21002000は守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は7番手からの競馬です2月は後ろから後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は53で7位です 上がり指数は73で2位です。まずまずの上がり指数で差し足を見せられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。上適性を見ていきます。地方での指数は中央と変わりありません。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。7枠10番、リクテオンです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では3層前、 5層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前は、紫の丸が2100、3層前は、紫の丸が2100、2100が適距離ですが、5層前の紫の丸、1800への距離短縮では、指数を上げています。2 0 0 0も守備範囲です。 展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は後ろから3走前は後ろから後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は34で10位です上がり指数は75でトップです高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうです展開面はプラス評価していいですレース間隔を見ていきます 横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は18週間の休み明けからの叩き2戦目となります。叩き2層目の上積みを期待できます。レース間隔はプラス評価していいです。上適性を見ていきます。過去1年、地方での出走がありません。地方適性は不明です。上適性はマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。 一枠一番、聖カメテオポリスです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、4層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、4層前は、紫の丸が2500、2500が適距離ですが、3層前の紫の丸、 今回と同距離の2戦では、低指数となっています。2戦は若干短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、4走前は4番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は54で5位です。上がり指数は49で4位です。平凡な先行力で後位につけられないリスクも若干あります。 展開面のリスクはは少なないいででですす。が、大ききくは評価できないですババ状態を見ていきます。ババ状態はグレーの丸で表されます。ババが渋ると指数を落としています。明日もババが渋ればマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。二枠二番、水戸の王です。能力偏差値は5位で偏差値ランクは C ランクとなります。金五層では、 三層前に黄色線を上回っています。特に三層前は黄色線を14上回る優秀な指数をマークしています。能力的には二番手グループの一角で連対資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、三層前は紫の丸が1870、1870が適距離ですが、二層前の紫の丸、今回と同距離の二線では。 低指数となっています2000は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3走前は花を切っての競馬です花を切って逃げが必須のタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は98で2位です上がり指数は42で5位ですまずまずの先行力で逃げられそうです展開面は若干のプラス評価していいです 過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定二重丸を打った4番の対戦成績は1番に対し2勝0敗と勝ち越しています。4番の対戦成績は高評価できます。暫定丸を打った7番の対戦成績は10番に対し2勝0敗。2番に対し1勝0敗と勝ち越しています。7番の対戦成績は高評価できます。暫定黒三角を打った10番の対戦成績は。 7番番にに対対しし0勝2敗と負け越していまますす10番の対戦成績にはリスクがあります暫定白三角を打った1番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません暫定罰を打った2番の対戦成績は7番に対し0勝1敗と負け越しています2番の対戦成績にはリスクがあります以上の適正分析を考慮しました最終の予想印です 本二重丸を打ったのは4番名将奮陣です能力偏差値はトップの B ランクです展開と枠順と対戦成績と上敵性を高評価しました対抗丸を打ったのは7番天下春です能力偏差値は2位の C ランクです展開と枠順と対戦成績と調子を高評価しました黒三角を打ったのは 10番リクテオンです能力偏差値は3位の C ランクです対戦成績と上適性にリスクはありますが展開とレース感覚を高評価しました白三角を打ったのは1番聖カメテオポリスです能力偏差値は4位の C ランクです距離と枠順にリスクはありますがレース感覚を高評価しました罰を打ったのは2番 水戸の王です能力偏差値は5位の C ランクです。距離と枠順と対戦成績にリスクはありますが展開とレース感覚を高評価しました。以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながります。ぜひ 指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。